ウーベンディン。というわけで本日はこちら中野駅から徒歩7-8分ブルースさんにやってまいりました。いやー、なんでもこちらのお店、以前動画でもお伝えいたしました中華料理屋さん西遊記さんがあったお店の跡地にできたばかりのお店ということなんですけれども、本日はですね、なんとプレオープン記念ということで特製ラーメンが500円という値段でいただけるということでやってまいりました。果たしてどんなラーメンいただけるんでしょうか。それでは今日も張り切ってゴー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 。さあ、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやー、以前も何かの動画でお伝えしたかと思うんですけれども、なんとかっていうお店の跡地にできたお店みたいなのってなんかこうグッとくるもありますよね。やはり時間は未来に向かってのみ進んでるといったところでしょうか。果たしてどんなラーメンいただけるんでしょう。それでは現場のタケナガさん。はいはい、こちら現場の俺が竹中です。はい、というわけでこちらが特製ラーメンです。鶏が到着した瞬間に香ってくる濃厚な、どこかバターを思わせるようなこちらの香り、たまりませんね。それでは早速いただきます。うわおー、なるほど。おそらくジャンルで言えば豚骨醤油的なジャンルだと思うんですけれども、どっかねポタージュ的な感じも感じつつ、あっさりしてて後味が濃厚でバターのようにやる感じで、なるほどね。なかなか個性的なラーメンだと思います。はい、そしてこちら麺、中太のちょっと縮れたタイプの麺ですね。いや、麺はプリプリで、こちら濃厚なスープによく合ってますね。はい、それではこちらチャーシューいただきましょう。いや、甘めのタレにつけてあるって、表面を炙ってあるからなのか、すごくね香ばしくって歯ごたえがあるタイプのチャーシューですね。はい、それではこちらサービスでトッピングしていただいたニラと一緒にいただきましょう。いや、こちらピリ辛でしょっぱい系のニラが加わることでまた違った表情が見えてきますね。はい、それではこちら卵いただきましょう。いや、シンプルな味付けで黄身がトロトロで美味しいですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー、美味しかったですね。唯一無二の個性派スープといいますか、あのバターのニュアンスが感じられるスープが特製ラーメンの特製トッピングによるものなのか、デフォルトでバターの香りがするスープなのかは定かではありませんけれども、味噌バターラーメンが好きな方とかね、たまんない味なんじゃないかななんて思ったりいたしましたね。これからね、秋に向かって徐々に寒くなってくるこの時期、またね、体の芯から温まるラーメンが恋しくなった時にぜひ食べていただきたいななんて思ったりいたしましたね。これから注目のラーメンといったところではないでしょうか。また別の種類のラーメンやデフォルトのラーメンなんかもいただいてみたいななんて思いましたね。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はこちらブルースさんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 。バイ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 。